やっぱ以前使ってたのより明るいね。あと電池式だからどこにでも持っていけるというのがいいよな。どうもマホラです。これ今回商品レビューしてくださいっていう依頼が来たんで、まあ現物提供してもらいました。でこれからちょっと商品レビューやっていこうかなと思います。で中身はどうなってるかというと、じゃん、こんな感じですね。おお、ちゃんとしっかり梱包されてて、まあ説明書みたいなのが入ってますね。なんか鉛筆が入ってます。鉛筆が1本と、あとはこれ USB か、 USB のケーブル、これマイクロ USB の B タイプですね。で、あとは、ああ、ドライバーも入ってますね。要は電池のところを外すためのドライバーも付属されてますね。付属品はそんな感じかな。で、肝心の中身見ると、お、一応これ日本語、まあ A4 の1枚のペラペラですけど、日本語で書いてありますね、説明書。で、詳細のパラメーターが、まあ書いてあって、で、表側を見ると、おぉ、こんな感じですね。あー、段差が結構あるんで、まあ A4 サイズなんで、紙がきっちりここに入るぐらいなのかな。メモリで言ったら29、まあ30ぐらい、30センチぐらいまでか。30センチの、まあ21センチだから、ちょうど A4 サイズですね。電源は、ここ、給電するところはここですね。で、裏側が、おぉ、ちゃんと滑り止めがついてますね。まあ、四隅についてて、電池入れるところ、ネジ止めっていうのが結構いいかな。プラスチックのあのカチッてするやつあんまり好きじゃないんですよね、個人的にはね。こういう風にネジでしっかり止まってる方が、まあその取り替えとかあれとかはめんどくさいっちゃめんどくさいですけど。で、電源オン、おお、これ1段階目かな。これで2段階目。で、これで3段階目。結構明るいですね、これね。目に痛いぐらい明るい。で、もう一回押すと消える。やっぱ3段階調整のトレース台かな。長押ししとけば変わっていくんかな。やってみるか。長押ししても変化ないんで、まあ、やっぱりこれは3段階のトレース台ですね。あー、でこれドットがないタイプですね。この点々ドットがなって光がそこから漏れてるみたいな感じなんですけど、こっちの方だと全面発光タイプですね。とりあえず USB 繋いだ時はこれで、電池入れた時も同じ明るさなのかな。確認してみますか。で、電源オン。まあ、USB で繋いでる時と電池でもほぼ同じぐらいの明るさですね。ああ、これぴったりはまるから A4 サイズでやるときクリップ止めとかがしなくて、マスキングテープとかで固定しなくていいですね。あ、それはいいな。うん。で、これで、例えば下絵のところ、まあこれは文字ですけど、上にコピー用紙当てて、この上からなぞるっていう作業をトレース、
って言うんですけど、でまあうっすらとは見えるんですけど見にくいんで、この下から裏から光を当ててやると上の方に文字が浮かび上がる、まあ文字なり絵なりね、それをなぞっていくって感じですね。でこれ1段階目で、まあ十分これでも見えますね。で2段階目、3段階目、やっぱ3段階目明るいから本当にしっかりとはっきりと見えますね。これ普通のコピー用紙なんで、これが何もない時ですね。ちょっと手元にあるのがこのマットペーパーっていうやつ、ペーパークラフトとかで使うちょっと厚めの紙しかなかったんで、まあちょっとこれで、これまあちょっと厚いんでもうこの時点では見えないんですけど、1段階目、おお、1段階目で結構もう見えますね。で2段階目、3段階目と、ああしっかり見えますね。でこれ当然滑り防止もついてるから、こうなぞるときも別にこれがずれるとかもないんで、これで紙ずれもないし、しっかり枠にはまってますから、いい感じじゃないこれ。ただ取るときがちょっと大変かもしれないね、これピタッと入ってるから。まあひっくり返せばいいか、そのときは。まあ実際ちょっとなぞってみましょうか。まあこれ般若心経なんですけど、まあせっかくなんで筆ペンでやってみるか。筆ペン使わんからな普段な。まあ最初一行だけちょっとやりましたけど、こんな感じですね。だからこれ写経とかにもいいし、普通に子供の文字を教える時、未就学児とかに文字を教える時にも使えて結構便利だと思います。実際このまま下が絵だったら絵をなぞればいいしっていう風に使うのが大体一般的なトレース台なのかな。ただ私がメインで使うのはこれじゃなくて、基本的にトレース台買ったのもそもそもこれダイヤモンドペインティング、まあダイヤモンドペインティングとかダイヤモンドアートとかいうやつなんですけど、これやるために買ったんですよね。これどういうものかって言ったら、このビーズアートみたいな感じですね。ここに記号がドットでずーっとあって、それに対して色があるんで、それに対してこう貼り付けていくって感じなんですけど、こう貼り付けていくとこの記号が見えにくくなるんで、それを見やすくするようにって思って、こういう感じですね。こうやってこれ、とりあえず何もないときはこんな感じですね。でこの記号、まあこの何も貼ってないときはいいんですけど、これいっぱいずっと埋まっていくと間のやつ何の記号かがわからなくなるんで、その場合にこの下から光透かして、あとは要は貼り忘れ防止も兼ねて使ってますね。これがメインの使い方です、私の。実際トレースとかは全然しません。バックライトとしての本当に需要があるかなっていうぐらいですね。だから基本的に私が使うのはそういう風に使うんで、これ段差あるの結構ダイヤモンドアートするには不向きかもしれないですね。フラットな方がこのいろいろいいかもしれんな、これはね。まあでも下から照らせるんで、これ十分問題ないですね。で、こ
これに使うのと、それとは別に、作業とかしてないとき、これは別に何も使わない状態になるから、そのときどうするかって言ったら、例えばこのこれ、これダイヤモンドアート、完成したやつなんですけど、チャンネルのアイコンにもしてますけど、これ結構気に入ってる作品ですね。で、光がこれキラキラ、まあちょっとカメラじゃ分かりにくいけど、で、これを展示っていうか飾ってる時に、裏から、こういう風に光当てて、このキラキラ感を楽しむみたいな感じで使ってますね。だから、トレース台としてよりもこういう感じで展示してるやつの裏のバックライトとして使うのが、まあ、私がメインに使ってます。ジグソーパズルでこういう風にこれぐらいの小さい、これ126ピースかの透明ジグソーパズルっていうのがあるんですけど、透明なんで裏から光を通すんでステンドアートみたいな感じになるんですよ。で、それのためにこのもう使おうかとも思ってます。その作業とは別にね、欲しいなと思ってたところにこれのレビューしませんかっていう話が来たから受けましたって感じですね。で、実際こいつどんな感じになるかちょっと作ってみるか。126ピースなんですぐできると思うし、実際これ透明ピースなんでこの上で作ってもいいですしね。まあちょっとやってみましょうか。で、サクッと作ってみました。で、ステンドアートジグソーパズルっていうのはこういう風に透明ピースで下からの光を透かすやつで、おまけにこいつはのり付け不要なんで、まあこれ自体でも問題ないですけど、で、このこいつ結構いろんな種類が出てて、ディズニーとか、まあ、ジブリ、あとワンピースとか他にもいろいろ出てるんで、これぐらいのサイズを、まあ A4 サイズだと、ギリ4つこうできる感じだから、そういう感じでバックライト用として上にちょっと透明のセロファンというか A4 の保護のやつかぶせて、使わない時にはこれで展示用に使うのもいいなと思います。で、おまけにこれ電池式だから、このどこにでも置けますよね。まあ立てかけるのはまあそれなりのやつやらんといかんけど、その時の気分によってこのこいつ色を変えていけば、まあこれ黄色ですね。こうやってピンクとかするとこの気分によって色が変わっていくんで、そういう使い方もありかなと思う。まあ実際本来のトレース台っていう目的で言うんだったらちょっと違うんかもしれんけど、まあ基本的にトレースってそんなずっとやってるわけじゃないからね。使わない時は絶対あるんで、まあそういう時はこういう風にディスプレイ用に使うのもありだと思います。だからほんとトレースする以外の使い方が結構使えるんじゃないかなと思います。本当にこれ、まあジグソーパズルやる人とか、あと切り絵とかやる人とか、まあクロスステッチでも刺繍でも何でもいいんですけど、要は後ろから光当てるやつには最適だと思いますよ。あとはまあ当然このダイヤモンドペインティング、こいつもね、本当にこれちょっと動画じゃ伝わりにくいかもしれんけど、後ろから光が出てて本当これキラキラしててすんごい綺麗なんですよ、実物見ると。まあで、実際作業するのに A4 でいいんですけど、これこのタイプで A3 があったらもっと嬉しいな。この部分だけが A3 のサイズなんですよ。だから A3 タイプの
これがあったらちょうどここにスポッと A3 そのまま入るんで、これ本当お気に入りのやつとか展示用にいいなと思います。まあ問題はその A3 があるんかどうかわかんないですけど、あと問題はこの電池のやつ、この出っ張りがねちょっと邪魔かなと思う。この上側に出てるんで、これができれば横に出ててくれた方がちょっとあのシートとか置くときにはやりやすいかなと思いますね。まあトレース台としてのレビューというよりももう自分の趣味に関するレビューみたいな感じになっちゃったけどね。趣味に対してどういう風に使うみたいな感じになったけど、でもやっぱりその使い方は人それぞれなんで、いろいろ使い勝手はいいと思います。1台あるといいんじゃないかなと。まあそんな感じでした。